続けいきましょうか。あ、はい。あとは、あ、まあ、で、ここからが試験勉強。そんな感じですね。試験勉強みたいな話になりますかね。ここからがですね、はい、ご覧になっている方は一番知りたいところではないかなと思うんですけど、ね。はい、なので本当にそうですね、このやりがいで、そうですね、なのでもう海外で、で、日本人だけということで日本語教師になってみたけども、知識ゼロ、本当にゼロです。で、日本人の中でも市役所とか書類、市役所の書類とか説明書は読めない。読めないですよ。あと4文字以上のカタカナは覚えられないという私がですね、1年勉強して、一発で合格しましたので、それを大公開。よくそれでオーディオリンガルメソッドとか覚えられましたよね。いや、本当ですよね。なので、今、この機会を先生にいただいて、ノート見直したんですけど、今受けたらちょっとやばいですね。もう一回やっぱり受けたいなと思います。やっぱり2年目ぐらいまでは思わなかったんですけど、もうそろそろ忘れてきてるものとかあるので、あ、なんかこう、一回で終わりの受験じゃないなっていうふうにはちょっと感じてます。素晴らしいな。なるほど。いや、でも、受験するかどうかわかりませんけど、でも受験勉強はちょっと、はい、と思いました。なるほどね。まあ、こうやって海外にお住まいになって、まあ、情報もなかなか入ってこないと。で、独学だから、まあ、助けになるような、その勉強の中も周りにあまりいないと。なおかつ、当然ですけど、検定試験の勉強はこれから始めるわけですけど、まあ、知識になると。でも、本当に全くのゼロから、スタートもう本当に、はい、手形も分かりませんでしたから、はい、その木村さんが、じゃあ次、どういうふうに勉強をしてたんですかね、はい、いいですか、じゃあ、受験勉強なんですけども、じゃあ、私が買った、この問題、教材ですね、まず教材の紹介なんですけども、問題集は、この日本語教育能力検定試験の本、緑の本と、過去問が4年分。そして、この合格するための本、これは一番最後、8月ぐらいギリギリに買いました。で、はい。で、篠崎先生の動画についてくる問題集、結構な量ありましたね。2017年です。2017年の言語一般の問題集です。検定試験対策セミナーの動画ですかね。はい。の問題集が、この私が使った問題集で、そしてテキストは、篠崎先生の通信講座が2016年、一通り、もう受講し終わってますから、一通り揃ってます。そして、日本語教育能力検定試験の、まあ、この赤本とよく言われるヒューマンアカデミーの本と、これを中心に、ここが柱ですね。私のここの柱にして、他に音声のために、この聴解音声特訓プログラムと、あとはこの、日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ、これを補足といいますか、その、ちょっと知識を、確かめたいということ、深めたいということで、ここら辺の文法ですね、この考えて、解いて学ぶ日本語教育の文法を揃えました。そして篠崎先生の。この辺の本で、ブラジルでも手に入るんですか？あ、これはもう本当に調べに調べて、本当にいいのか、本当にいいのかってことをすごい調べに調べてですね。で、情報も全部コメントも読んで、で、この日本語教育検定のは、とか全部ですね、おばにお願いして、で、送ってもらいました。なるほど。はい。なので、そう、こまめに頻繁に変えないので、もう何がいるのか、で、何を、もう、全部こう買ってられないので、どこにお金を使おうかっていうのを考えながら、厳選して、まあ、必要だと思ったのが、まあ、この問題集とテキストですね。あとは篠崎先生の動画2つ。当時、言語一般と音声という、題でしたけども。はい、そんな感じです。結構なボリュームですよね、こうやって見るとですね。あ、そうですね。まあ、でも、後でこう買い足していった感じなので、まあ、はっきりと、この柱は、このテキストは2つと、問題集は、この緑の本が柱という感じでやってきました。で、今現在形が残っている本はこの2冊だけなんですね。で、形が残っている。他の本はどうなりましたということなんですけど、私、断捨離、山下秀子さんの断捨離とかが大好きでですね、もう10年になるんですけども、勉強法も破って捨てていきました。破って捨てていったんです。で、問題集もうこれはもう破られてゴミ箱に行ってしまったんですけど、ね、問題集の解き方っていうのは、1回目は普通に、問題集に答えを書かないで別の紙に普通に答えを書いて解きます。で、2回目以降は、余裕に次も絶対これは解けるっていうふうに思った問題はもうペケをつけていって、このイラストのような感じですね。ペケをつけていって、で、そのペケのページが表も裏もペケのページになったらもう破って捨てていくっていう感じですね。で、間違えた問題を A4 の紙に3回やっても4回やっても間違える問題は、この A4 の紙にタイトルごとに、例えばこのプリントで言うと評価なんですけども、評価で間違えたところをこう貼っていくっていう感じですね。で、あとは、解説も、今、もう勉強でわからないけど、後でわかった方がいいと思うやつは、もう不安なものは全部貼って、もうまとめていくっていう感じで、作成していって、で、もう自分だけの問題集ができるわけですね。その、今までの、先ほど、緑の本いろいろありましたけども、自分だけの問題集ができていく。で、それが、これも同じでできるようになったらペケをしていって、全部分かったら捨てていくっていう感じで、ここにパンチの穴があるんですけど、結構一冊の本になるぐらい、結構分かんないことばっかりで、で、テキストもですね、この、テキストもさっきのこのですね、合格するためのシリーズの本もありましたけども、本も同じですね。もう、赤い本で読んだ、篠崎先生のにも書いてあるっていうところはもう全部分かってるやつはペケを書いていって、もう捨てて、破って捨てていく。で、もし分からない情報とかがあったら、ノートを作ったんですけども、ノートに貼っていきました。貼っていったり、まあ記入して、破って捨てるっていう作業をしていきました。ただ、手元には常に自分の頭の中にまだ入りきれてないものがあるっていう。もうノートとその問題集のその A4 の紙の束があるっていう感じの状態にして、で、ノートを作ったんですけども、これは大きさにちょっとこだわりがありまして、今ここにその本があるんですけど、見開きで A4 ぐらいの大きさになるような小さめのノートですね。本当ですね。ちょっと小さめですね。小さめなんですね。見開きで、まあ A4 の大きさぐらいの。で、それはなぜかというと、このタイトルを見たときに、ポイントが、キーワードがどこにパンパンパンって、何が資料が分かってなかったかっていうのが、この1ページの見開きのやつで、タイトルでもう何がポイントかがもう思い浮かぶような、このノートのページが思い浮かぶようなサイズがちょうど、この A4、見開きで A4 サイズのこの小さいサイズ。で、これが大きいノートになっちゃうと、覚え忘れがあるわけですね。なので、小さいのにこだわりました。それでも、必要な情報をぎゅっとこうまとめるっていう感じなの、ね、もう、そうですね。もう方言といったら、もう、そのページには、まあ、人といえば、この方たち。で、キーワードといえば、まあ、ここら辺。で、まだありますけども、まあ、そういうキーワードが、パンパンとこう、わかるわけですね。で、間違えた問題とかもここに貼ってあるので、あ、ここ、何回も間違えてるな、とかいう感じで、ノートで、覚えてしまう。で、まとめきれなくなってくると思うので、それはタイトルを分けて自分が弱いカテゴリーをまたタイトルで作ってまとめて、一つにまとめてっていう感じで、そのノートを作っていきました。なるほど。こういう意味で言うと、あれですね、木村さんの勉強法って本当にその、情報の断捨離と言いますか。あ、情報の。うん、必要な情報だけ、こう、厳選して、キープしておいて、あとはもう捨てるっていうのですね。そうですね。あと、断捨離というか、私、異例の満点を取ろうと思ったんですよ。もうそれぐらいの気持ちじゃないとダメだと思って、と思って、もう、日本語教育能力試験の資料で書いてある情報は全部、あ、これ出ないだろうなはもう全くないです。もう全部出るんだっていう気持ちでノートにまとめました。すごいですね。なので、関係ないと言ったら変ですけど、結構ちょっとマニアックなところまで、マニアックなというか、まあ、日本語教育としてはありますけども、それは試験に出ないだろうって思うところまで、ちょっと神経質になってやってましたね。で、結構そういうのが出ますからね。ちょこちょこマニアックなのがやっぱり。それを追っかけるかどうかは、個人差ですけども、木村さんはもうそこまで追っかけるというふうにもう腹を決めたわけですよね。満点取るっていうつもりで、満点取れないっていうふうに有名な試験ですので、もうその中で満点を目指してと思いました。そうですね。それは素晴らしいことだと思います。そんな感じで、で、タイトルを方言についてまとめたときに、じゃあ、今度試験の問題で、試験3、方言が設問に出ました。あ、じゃあこのノートに5問答えれますねっていう世界では、もちろんなくってですね、日本語教育能力試験は。で、問題1、アクセントについての質問があって、で、問題2、方言のすごく詳しい、私はちょっと答えれなかったです。これは、詳しいことが書いてあって。で、問題3に、あ、やっと集権論が、ここにノートに有名な、これは押さえておかなくちゃいけない方言、集権論が出てきて。で、問題4は、専門用語の意味の、選びなさいなんですけど、まあ、常識的に考えても答えれるかなっていう、私は合ってたんですけど、キーワードには見たことないけど、まあ、常識で選べるっていう問題があって、なんかありますね。なんか、それあとは、問題後は指導方法についてってことで、こんな感じで出ると思うんですけど、で、じゃあ、ノートこんだけ頑張って1問しか答えれないじゃないかと言ったら、大間違いで、このノートのすごいところは、アクセントについてのページを思い浮かんだんですよ。なので、アクセントといえば、これ。で、この3問目はもちろん答えます。答えれて。で、問題後も指導方法についての基本的なことだったので、あ、これ間違いなくこれだっていうふうに、こう、ノートがパッと思い浮かべて選べたので、で、まあ、あとはこの4番も合ってたというところでは、半分以上答えれたっていうところですね。この半分の、それが全ての問題に対応してるので、半分以上を答えれたっていう状況で、試験3ができまして、で、それで、あとは、そうですね、この試験問題、そんな感じですね。そんな感じで。これ、あれですね、いや、試験3っていうのは、試験1と違ってて、試験1は、その日本語教育能力検定試験、5つの領域がありますよね。言語、言語と教育とか。あれが、それぞれの領域からこう問題が出されるのが試験1なんですよね。で、試験3は5つの領域からこう、なんていうのね、横断的に言いますか。で、複合的にこう取材されるわけです、ね。これがまさに、今、木村さんがおっしゃったような試験3で、問題1、問い1がアクセントで、問い2が方言で、まあ、問い2、問い3が方言だけど、問い5が指導方法が絡んでるっていう。本当はその、分野をまたいだ知識のネットワークが、だからこう、ね、身についてるかどうかっていうのがこう試されるんですけども、木村さんの場合はそれを自分でこうコンパクトなノートにまとめてやることによって、こう、なんですかね、全領域がこう、ある程度俯瞰できるような感じになって、こう、うまくつながってきたってことなんでしょうね、きっとね。そうですね。山下秀子さんの本の俯瞰力ですね。俯瞰力。なるほど。今、でも私考えてませんでしたけど、篠崎先生のお話を伺って。もうそれです。これ、ここだ、ここだっていう感じでできたんですね。なので、こんな感じです。例えばですね、方言、先ほど方言が例でしたけども、例えば留学生と聞いたときに、あ、2010年留学ビザ統一になったな。あ、で、どんな期間だったっけ？同行は人数、こういうふうで。で、あ、ビザって言えば在留資格ってのもまた、ノートが頭に浮かぶわけですね。バイトするときは留学生は、あ、気をつけなくちゃいけない。他の種類は、あ、同行は、割合はっていう、パパって出てくるわけですね。で、あ、留学生といえば試験があったな、どこだったっけ、いつだったっけ、どんな試験だったっけっていうのがノートにパパって出てくるので、この留学生って出てきたら、キーワードが出てきたら、もうこれがノートがパッって開いて、そんな感じですね。そこまで行く感じで、で、もう問題集とか過去問をいくらそのままやっても同じ問題は絶対に出ないんですけども、もうこのノートでのキーワードでの押さえ方だと結構、試験3は結構、最後の方ですよ。最初はすごく悩みましたけども、悩まなかったですね。あれですね、多分、小さめのノートを使ったというのが結構大きいでしょうね。もし普通に大きい、なんだろう、大きめのノートを B5 とかのノートで使うと、情報量が多すぎてなかなか思い出せないみたいな。うまくまとまると思いますけども、そこで自分の弱点ができてしまうわけですね。だけど自分の弱点をまた1ページにまとめるっていうところの作業ができたのはすごく良かったっていう感じですね。なるほど。コンパクトなノートを使ってるからその辺のハードルが低かったんでしょうね。はい、もうパッパッパッっていう感じで、最初の時は本当に試験さんの日本語の意味がわからなかったという問題文の日本語がまず理解するだけでもう眠くなるしっていうところでしたけど、最後のところはそういうふうに試験さんはそこまで怖くないなという感じになってました。一番怖いのは、言語一般が一番怖かったですね。文法関係が最後まで弱くて、そんな感じで来ました。なるほど。はい。今度はその学習のスケジュール、勉強のスケジュール。はい。で、今度受験に向けて、先ほど、申しましたように、1年期間をつけました。もう2017年受けるなら10月に決心しようと思って、もう10月決心して、で、10月だったんですけど、で、時間が、篠崎先生のメルマガとあと、その当時、今もなんでしょうか、1000時間ぐらい、マスの色塗る。あります、あります。はい。私もそれを信じて、もちろん5分の時もあったんですけども、1000時間はやらなくちゃ取れないっていう覚悟をして臨みました。で、本当に手形も知らない知識ゼロっていう日本語の説明書も読めない私がどうやって進んでいったかというと、ちょっと4ステージぐらいにこう分かれていったなと、区切りがあったなと思ったので、それをちょっと細かく話していきたいと思うんですけども。1年間のスケジュールを立てるときに、もう最初から4ステージって考えたんです。それも振り返ってみたら、だいたい4つのステージがあったなっていう感じ。あったな。あとからです。もう今、本当に亀さんのように毎日毎日進んでいく中で、今、振り返って見てみると、こう、ポコッと出来事があったなっていうのが、この第4ステージです。なるほどね。はい。で、第1ステージは10月から1月なんですけども、全体把握がまずですね、篠崎先生の2016年にいただいた、受講した資料を見てみたら、全く、何がポイント、先生の資料が悪いわけじゃないですよ。じゃなくて、私自身がですね、どんな問題からこのポイントのキーワードが大事なんだろうっていうことがわからなくって、で、あと、オンラインでのパソコンで見る資料が慣れてなかったんです。初めてだったんですね。なので、本をちょっと読もうと思って、本で赤本を買いました。そこで初めて赤本を買って、で、A4 の1枚の紙に、そのキーワードを、例えば先ほどの方言とか留学生とか出てくるやつで、キーワードを A4 の紙にまとめていって、まず赤本を読みました。が10月、11月。で、読み終わったぐらいの時に、なんとなく全体こんな感じなのかな、こんなテストが出るんだなっていう全体像がぼんやり見えてきたんですけども、まだまだチョムスキーってなんかさっきも出てきたけど、これ同じ人かなみたいなレベルですね。全くバラバラな感じで。で、12月に、このままではちょっと本当にやばいなと思って、12月、篠崎先生のメルマが400通溜まってたんですよ。読まずに溜まってたので、それを、一問一答ってありますね。一問一答があるので、それをまず解けるまでやんないと、そもそも無理だろうと思って、一問一答をまず毎日、もう1日、もう20日間なんですけど、平均どれぐらいですかね。もうとにかく読みまくって。1日20通読むっていう。20通ですかね。で、結構最初はすごい時間かかったんですよ。もう時間かかるし、調べなくちゃいけないしで大変だったんですけども、もう最後ら辺はもう、たーっていうそのリズムが、先生の早読みができるようになって、で、読めるようになって、ちょっと分かってきた。で、答えれるようになってきたというところで、でもまだちょっと偏りが自分の中で感じるし、まだ分かってないというのがあったので、先生のサイトの用語解説のところ、あれを全部また A4 の紙にまたチェックしていってまとめました。で、それ、でも、それを3日でやりましたね。3日でやりました。はい。なので、これはもう1ヶ月かかって、篠崎先生のメルマガとサイトの用語集を、もうとにかく12月、それでやりました。で、これが A4 の紙にまとめたんですけど、で、1月にちょっと分かってきたので、通信講座を1回目やっと全部読みました。ここで、やっと読めて、でも、まだまだわからないこともありますし、これ何のことなんだろうみたいな、全くわからないところもあったりして、あと、最後の30問のテストのところも、もう10問も絶対に解けない感じ、もう5問、7問解けたらすごいぐらいな感じで、ダメだったんですけど、まあ一回とにかくわかんなくても通して読んで。で、この時にだんだんわかってきたので、ノートにまとめ始めたんですね。ノートにまとめ始める。